祭り、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、オンエアはご覧になりましたか。はい、はい、あの全然映ってなかったんですけど。あ、ごもっとも。いや、私も映ってなかったんですけど。あ、はい、ごもっとも。あ私たちは映ってました。いや、なんで本日は皆さんに気持ちよく歌っていただく舞台をご用意しました。わー、放送した感動のライブステージランタイムさん祭りスペシャルで自分たちの持ち歌を時間の都合でカットされてしまった4人、どうやらオンエアに不満を持っているらしい。そこでスタッフは4人に思う存分歌ってもらえる企画を用意した。絶唱、イエーイ、私にも歌わせて。不満とストレスを一気に解消。果たして4人が向かったその先は、みずほのカットバス、ストライクゾーンは未公開映像のオンパレード、そしてメインディッシュはこちら、ゾンボ多書家の修学旅行、ファン必見のお宝映像間違いなし、スタジオライブもゲッチュの殿堂ルッスリゾート。なんとなく気づいた人はピンポン。まずは1曲目、番組では20秒しかオンエアされなかったポモカの曲マーブル。ご用意したステージはサンディングコースター。思う存分歌ってください。どうぞ。別な次々と登場する感動のステージ、お楽しみに。はい、来ました、みぞちゃんです。食べたい、今日の晩ご飯に食べたいものということでですね、昨日のすき焼きの残り物が食べたいですね。きっと一日だって味が煮詰まってもっと美味しくなってるんじゃないのかなと現実的に考えてみました。どうですか今日のこの髪型、かわいいでしょ。パック、あ、もうついたみたい。残念。何食べたいかな。やっぱりうまいこと言ったらシチューでしょ。シチューはね、あのね、なんていうの、あのドロッドロのが好きなんだよね。こう牛乳でとろっとしてるんじゃなくて、あのな、あ、シチューのルーが好きなの、あの固形のやつ、あれこう食べたらね美味しいんだよね。あ、あれはうまいね。カレーだったらね、ちょっと辛くてね、いい炒めるかダメなんだけど、シチューだったらね、ちょっと甘みがあって美味しい。やっぱり牛乳ね。10年後の8月まで出るの心
とした瞬間、帰り道の交差点で声をかけてくれたね。一緒に帰ろう。僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ。時間と共に流れる。嬉しくて楽しくて冒険もいろいろしたね。二人の秘密の基地の中、君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月も出会えるの信じて、普通のレストランより、なんだろう、美味しい食べ物たくさんあるし、いろんなものをたくさん食べれるから、居酒屋行きたいな、お茶漬け食べたいな。行けるかな。タイトルは私が勝手に決めました。みずほの18番どうぞ。ゲットタウン。似てた今ちょっと。これは何なんですか。ん、何か並べて作ったんですか。何なのこれ。でも並べたっていうさ、この心がいいじゃない。一つ一つ、うん、この番組のためにだよ、うん、ゲッツね。そう、では判定の方をどうぞ。アウト。もう無理だね。はい、まだまだだよ。はい、匿名希望さんの作品、タイトルは二人ともカメラ目線どうぞ。わお、え、見えな見えな、よく見えたね。猫がちゃんとね、カメラ目線になってるんですよ。猫も、あ、ほんとだ。二人で一緒にカメラ目線。でも猫背中丸まってるから怖がってるよね。何、そんなこと関係ないでよ。結構何でも聞いて、動物のことは。まあどう解釈するかは人それぞれです。判定をどうぞ。これはなぜ高橋さんアウトだったんですか。もうちょっとフラッシュ炊けば。ああ、顔が見えないからね。そういう問題だった。表情、
気になるもんね。だから匿名希望さん、そうだよ、なんかフラッシュの関係で、うん、アウトでしたね。はい、なんともなんかシビアな感じでね。もう桜もそろそろ咲いてるんじゃないでしょうか。そうですね、そうですね、お花が咲いたということで、写真メールにも花がいっぱい咲いていました。1つ目のメールどうぞ。続いて2枚目どうぞ。続いて3枚目どうぞ。そこから3枚目撮っちゃったどうぞ。最高だね。最高。面白いの？面白い。いつもの3人だったらダメって言ってたのに今日機嫌ないんだね。判定をどうぞ。ボールボールボール、とても現実的な3人でした。そういえば携帯電話ってカメラがついてたわよね。よろしく。初夏、北の街は緑が笑い、風がささやく季節。それは修学旅行シーズンの到来を意味するのだ。おはようございます。なんと今日はみんな制服です。ね、なんとランズとゾーンで修学旅行に行くということでですね、はい、いいえ、違います。何言ってるの？何ですか？勝手にこのバスに乗り込んできた侵入者なんて1名分かるぞ。あいつだー、レイラだー。どうしてランズじゃないよ。あ、いいですよね、レナみたいにいて、うん、はい、ならいいですよ。勝手に入ってくるのもんだよ。今日はですね、どこに行くんですかね。みんなの自宅を一軒一軒回って。ああ、家庭訪問、家庭訪問ですね。好きです。さっぱ、失礼します。ちょっと、あはここかな。いや、入った入った。キーです。好きです。誰よりも。はい、皆さん、おはようございます。バスガイドの、バスガイドの石井雅子と申します。はい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 、すいませんね、自分で全部やんなきゃいけないからね、これね。修学旅行ってね、本当に素敵な思い出をね作る、これは素敵な旅行なの。何か思い出ありますか？修学旅行、私の修学旅行は、はい、自分で一人でバスの中で盛り上がってバスガイドさんが怒ってしまったんです。バスガイド食ったんだ。そうそう、面白かった。バスガイド忙しさのあまりゾーンは誰一人として修学旅行に行ったことがない。せめてこの季節、そのひとときでも。そこでドンポ魂ツアー、私を修学旅行に連れてって。さあ皆さん、はい、修学旅行といえばですね、はい、やはりの体験学習をしていただくというのがですね、体感していただく。はい、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 ということで今日は3つのコースをご用意いたしました。はい、1つ目 A コースはじゃらら、これはすごい体験、暴れん坊との体験。暴れん坊って何？暴れん坊なんだろう、将軍が出てくるのか。うわー、 B コースでございます。ベリー、はい、手に丸々握る感動と興奮の感じ。何を握るのかしら、ちょっと握ってみて。何を握るのかせーの、ペリンコ。命の原点に戻り、喜びを知る体験。いいね、ってことは、いい、真っ裸になるってこと？うぎゃーって。なるほど、じゃあ裸になっていただきましょう。喜びを知る体験。楽しい楽しい修学旅行、足取りも軽やか、心も華やか。バスの中の楽しみといえばガイドさん。私、歌でも歌いましょうかね。歌を歌ってますね。いいね。せーので、何もかも目覚めく走り出した。歌しかしない。何が歌しかない。何が走り出したのか分かんないよ。全部色覚えなのよ。さっくりサクサクドンポタ修学旅行、バスは緑が映える道を駆け抜けます。果たしてその行き先で待っているものは。さあ皆さん、今日はですね、はい、この3つのコースがございますので、はいはい、チーム分けしたいと思います。ですよね。
させて。その名もじゃーん。うわ、モノマネカード。ドラえもんドラえもん。ルールは簡単。引いたカードに書いてあるモノマネをすれば OK。はい、それで、はい、面白かったらこの中から好きなものを選んでいただけます。やった。いいですか、うん、しかし、うん、面白くなかったら私が独断と偏見で、はい、B コースや C コースにさせます。なんで A コースが一番いいってことですか。いや A コースにさせるかもしれません、はい、いいですね、はい、それじゃあね、そうね、鈴のねから行くかね、ぜひね、はい、はい、いいの、はい、はい、見て、あー見せて見せて、じゃーん、私としてはちょっと不満ね。うん、でもどうなのどうなの、全然いいと思うよ。さすがメンバー。違うよ、やっぱり。そう、 OK としましょう。はい、じゃあレンダさん、どこどこにする？ C がいいです。はい、じゃあ命全然いいと思う。今日第一声かも。どうなんだっけ。はい、レンダ見せて。牛さんやってまいりました。どうぞ。うわなんか、うん、感動したいので B で。あ、違う、握りたいんだろ。ゾーンがプロデュースした美味しさのハーモニーを楽しんでください。ゾーンツアーアストロガール2003、夏だゾーンが全員集合。7月25日、チケット好評発売中。お問い合わせはウエスまで。よー